ジョゼ・ボシングワは、コンゴ民主共和国金シャサ出身のサッカー選手。ポジションは DF。ポルトガル代表。父親は、ポルトガル人。母親は、コンゴ人。コンゴの首都金シャサで生まれ、幼い頃に、ポルトガルのクアルダへ移る。ユース時代は、ボアビスタ FC でプレーし、その後移籍した、SC フレアムンデで、トップチームデビュー。2001から02シーズンには、 ボアビスタへ復帰し頭角を表すと、ジョゼモーリーニョの目に留まり FC ポルトへ移籍。主に、パウル・フェレーラの控えだったが、2003から04、シーズンのチャンピオンズリーグ優勝を経験した。フェレーラが、チェルシー FC に移籍した2004から05、シーズン以降は右サイドバックのレギュラーに定着し、ポルトの3度のリーグ優勝に貢献した。2008年5月11日、 イングランドプレミアリーグのチェルシー FC へ移籍金2060万ユーロ3年契約で移籍した。チェルシーではユーロ2008までポルトガル代表の監督であったルイス・フェリペス・コラーリ監督の他ポルトガル人選手も多く1年目からチームに溶け込み計40試合に出場した。ポルトガル代表としては二千四年にアテネ五輪に出場。年月日には ベルギー戦で A 代表デビューを果たした。ポルトガル代表には同じ右サイドバックにフェレーラやミゲルモンテーロラがいるもののレギュラーを勝ち取り、ユーロ2008にも出場。質の高いプレーでポルトガルのベースト8入りに貢献し、大会選定の優秀選手に選出された。2009から10シーズンからはブラニスラブ・イバノビッチとレギュラー争いを演じている。しかし、 シーズン途中に左膝を怪我してしまい、残りの試合と 2010FIFA ワールドカップを棒に振ることとなった。2010年10月16日のアストンビラ戦で復帰した。2011から12シーズン終了後、チェルシーを退団した。2012年8月17日、フリートランスファーでクイーンズパークレンジャーズ FC に入団することが決まった。二千十三年七月、 トラブゾンスポールクラブへ移籍。ありがとうございます。